19世紀末期のインバネスコートインバネスコートは男性用の街灯の一種。単にインバネスと呼ばれることもある。竹の長いコートにケープを合わせたデザイン。コート部分に袖のあるものとないものがある。ケープの長さは袖なしの場合は手首程度までの竹のものが多く、袖のある場合は肘から手首程度の範囲の竹のものが多い。 ケープは取り外せるものと取り外せないものがあり、袖なしの場合は取り外せない場合が多い。ケープの背中部分がコートの背中部分と一体化しているものもある。スコットランドのインバネス地方で生まれたとされているため、こう呼ばれている。雨天など過酷な気象でもバグパイプを守り、演奏するために作成されたと言われている。シカウチボパイプと合わせた姿は、 シャーロック・ホームズのトレードマークとして知られている。ただし、この姿は、原作の中では描写されておらず、挿絵や映像作品などから二次的に生じた姿である。下駄履きに、カンカン帽、洋傘を持ったトンビ姿の男性トンビ日本では主に、男性の和装用コートとして用いられ、二重回し、二重、回し、二十万と、トンビ、インバ、エンバなどと呼ばれる。一般に、 インバネスコートは袖があるが、二重回しや、トンビには、袖がない。二重回しの場合、ケープの下は、ベスト状になっており、ケープが肩から、背中全体を覆っている。トンビの場合、ケープは肩のみで、背中の部分に、ケープがないことが多い。着丈は二重回しもトンビも、しっかまで達する。これらの故障は混乱しており、 様々な定義がなされているが、歴史的にどれかが正しいと言えるものではない。参考までに比較的よくなされる定義を記す。明治20年頃に伝わり、大正から昭和初期にかけて流行した。当時は、インバネスコート、二重回し、二重万と、トンビと呼ばれる街灯は、お大臣だけが着ることのできるものであった。インバネスコートのデザインでは、 和服の大きな袖が邪魔にならないため、実用性が非常に高かったことが流行の一因と思われる。和装自体が衰退した現代ではあまり見られなくなったが、現在でも和装をする際には防寒着としてレトロでエレガントな雰囲気を持ったインバネスコートは依然需要があり、和装用の街灯を扱っている店では販売している店舗も多い。映画監督の伊丹十三は、 着物にインバネスってのは、ライスカレーと福神付けと同じように、和洋折衷大成功の一例であると語っている。長崎のグラバー邸で知られるトーマスグラバーを筆頭に、開国直後のスコットランドから日本への技術伝達、訪日、友好は深く、また、日本人留学生をアバディーン、グラスゴー、エディンバラなどに、当時混乱の日本政府に先立って受け入れている。 このことにより、帰郷した日本人やスコットランド人により、インバネスコート、ホタルの光、ウイスキーなどが日本に紹介、持ち込まれたと思われる。ありがとうございます。